ます。はい、お伝えします。安倍総理大臣の靖国神社参拝について、アメリカのオバマ政権が、中国や韓国の反発を招き、大きな国際問題になるとして、外交ルートを通じて安倍総理に参拝を控えるよう求めていたことが分かりました。これはアメリカ政府の当局者が明らかにしたものです。今回の安倍総理の靖国参拝は、アメリカ側の意向が無視された格好で、当局者はアメリカ政府の声明も遺憾などではなく、より批判的なトーンの失望しているという表現を選んだとしています。まあね、来てますもんね、はい、うん、私をすき家に連れてってさんからいただいておりますけどね。はいはい、あ、好きな人なんやろね、これはね。はい、ね、いろんなこの方からもいただいております。それから、あと、こちらの方は、総当たり亀之助さんからもいただいております。ゆうちゃんからもいただいておりました。そして、木登りギャンブラーさんからもいただいております。右の上にも3年。右の上にも3年。それから、豊川のバラさんからも、無計画父ちゃんからも、これ、いっぱい今日はお便り復活デーですからね。はい、本来読まないんですけれども、うん、まあ、こういうお便り、私を好き屋に連れてってさんもね、アメリカの失望という言葉はきついですね、と。はい、まあ、アメリカと日本というのはね、同盟国であって、はい、で中国なんかは共産国ね、社会主義の国ですから、そういう意味からするとですね、日本アメリカというものは中国に対してということでしたが、うん、まあ田中首相の頃の頭越し外交といって、はい、ね、中国の敵視していたと思ったら今度は中国と握手しだしたんで日本も慌てて、うん、おーおーというようなそんなバタバタしたことがありました。今回も、はい、こういうようないろんなことがあったらアメリカ味方してくれるからなと思ったら、うん、いやアメリカが赤やないか、うん、ね、でも言ってる。今宮田アナウンサーが読んだニュースからすると、うん、その突然降ってはいて、あ、ちょっといかんって言ったわけではなくって、事前にやっぱりもう行かないでねって言ってたにもかかわらず行ったっていうところにこの強い発言が、アメリカのね、あるという警告もあったんですね。だからそうすると逆に安倍さんは、まあ、賛否両論どっちもあるでしょうけど、うん、それをこうアメリカの意向を無視してでもやりたいっていうその強固な意思みたいなものはさらに浮き彫りになってますよね。浅見のみっちゃんからもいただいております。中国や韓国でやっと少し反日が収まってきたこの時期に、靖国参拝では再び反日が強まるのではと危惧します。経済的にも中国の車の需要や観光客の増加が見込まれる矢先の参拝は個人の思いを遂げただけであり、一国の長としてはどうだろうかと。確かに日本人としての思いとかね、そういうものはあるでしょうけれども、まあ今日も朝のある評論家とか言ってましたけども、これでまた反日になって向こうに住んでる日本人の生命とか財産とか、そんなものがですね、破壊されたり奪われたりというようなことになるということまで本当は総理は想定せなあかんのとちゃうんやろ。そのきっかけにね、させてしまいますからね。うん、こういうことがあると中国とか韓国はもう必ずこうやって起こってくるのはもう今までも一緒なんですけど、ただ今回はちょっといろん なんか報道とか見てて、アメリカ その強い発言もそうですけど、うん、今まで以上に かなり大きな反発になっててるような、なんかちょっとこう今までよりもさらに強いこう反発みたいなのが5年末のって感じちゃうんですけど、安倍さんの一連の行動の流れではですね、うん、はい、いわゆるその秘密法案とかね、はい、ああいうものとか、はい、いろんなこの流れからすると、はい、おいおいというようなことは日本の中でも思ってる人もいますしね、まあまあまあ、いつも言ってくるからねっていうよりもちょっとそれぞれの国からのこう抗議みたいなものが、うん、強いかなっていう気が私はしちゃうんですけど、はい、ね、どうですかね。自分の皮をかぶった狼さんからも、昔は侵略とか占領を植民地にするというのは当たり前で、ナポレオンなんぞは英雄のように呼ばれていますが、侵略された近隣諸国はえらい迷惑を被ってにもかかわらず、韓国や中国みたいに千年後も恨むなんて話は聞いたことないですというね、まあこのあたりのご意見、うん、確かにナポレオンなんかはね、国をガンガン滅ぼして、うん、オランダなんて国はなくなってしまって、はい、
それで、植民地しか世界中になくなって、うん、で、ああ、本国なくなったら植民地奪ってしまえということでね、みんなオランダの植民地、うわーっと奪って奪って、で、世界中からオランダの旗が消えた時に、ただ一本、はい、長崎の出島に、オランダの旗が翻っていたようなね、うん、そのくらいもう、ナポレオン戦争、もうガタガタにしましたよね、ヨーロッパはね。で、まあ、それと、まあ、この方は比較しているということですが、メガネ坊やさん、決して私は右でも左でもありません。ただ、あえて、不合理に走る理由がわかりません。確かにね。田島っ子さんも、本当に誰も知られんと黙ってこそっと行くのはあかんのでしょうか、ということですけども。まあ、これも行くぞという姿勢を示すという、例えば、まあ、ね、遺族の方とかね、靖国で会おうと言って死んでいった人の約束で、あそこに入っている人にとっては、こっそりと、この一国の総理がこっそりと行くということは、これはやっぱりね、ある程度の意思表示というのをせんとあかんのやないかというような気持ちも、まあ、どっかにはあると。妖俳優言葉がありますからね。妖俳優のは遠く離れて、例えば、厚田さんに今日行けへんなと思ったら、はいはい、厚田さんの方に向かって頭を頭を下げたり、柏手を打ったりしてというお参りの仕方というのは妖俳というんですけども、そういうのも神道ではありらしいんです。ありらしい。人の心の胸の内に持っとけば、それは遠くいことですけどね。それ総理が実行してしまうと、影響がでかいってことですよね。その妖怪もしましたと、まあ表現しては、靖国行ったと同じことなのかという非難もあるかもわかりませんしね。あれ上沼恵美子さんの東北の寄付みたいなもんですか。あ、そう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 。で、気持ちとしてやっててだけでも、だけだって、まあ、あれやねのかと言われると、うん、やっぱりやったと言わんとしゃあない。あかんいうのと一緒ですか。純ちゃんからもいただいております。この時期に行けばということでね、うん、なんでこの時期やということですよね、はい。テレビのワイドショーはないし、ニュースもね、短縮放送、週刊誌も正月後の販売なので、年明けてもマスコミに取り上げられる量は少ないですよね。そこを安倍ちゃんはね、国内世論のことちゃんと考えてますよね。でもあれですよ、1年を振り返るとか、そういうのは年末年始にああいうこう ねニュースなんかでもやりますから、そんな感じで。最後ここで、最後安倍さんがこうやりましたということで、アメリカもなんか怒ってますというのは、うん、まだ今年1年の振り返りの中では、あることでしょうかね。紅白見てから言ったらよそういう問題でもないんです。そういうことでもないんです。ああ、そういうことですか、ね。穏やかでないです。はい。というようなことやら、いろんなニュースがありました。宮部アナウンサー。